渡辺玲子は東京都出身のバイオリニストである。3歳半からバイオリンをはじめ、鈴木メソード、吉祥寺センターの松井博士中に支持した。7歳から東方学園子供のための音楽教室に通い、鈴木京子に学んだ。中学生から田中地下市に支持し、1981年第50回日本音楽コンクールにおいて最年少の15歳で第1位。 1> 第1回、マスザワ賞を受賞する。1982年、NHK 交響楽団、若い目のコンサートで、バルトークのバイオリン競争曲、第2番を共演した。同年、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校に入学したが、独学を決意して2年生で中退した。その後、大剣を受験主合格。1984年、 ビオッティ国際音楽コンクールに出場し、第1位なしの第2位を受賞した。この年のロンティボ国際コンクールにも出場し、審査委員をしていたジョセフ・フックスと出会う。1985年、フックスが教弁をとっていたジュリアード音楽院のオーディションを受け、同年9月に全学小学生として入学、フックスに指示した。また室内学をヤコブラ・ラタイナー、フェリックス・ガリミア、 サミュエル・ローズに学んだ。1986年、パガニーニ国際コンクールで、第1位なしの第2位を受賞した。1992年、ジュリアード音楽院を卒業した。1992年、ジュリアード音楽院卒業前に、ネーメイアルビシキフィルハーモニア管弦楽団と共演して、ロンドンでデビューした。その後、ニューヨークを拠点として活動し、ソリストとして、 数々のオーケストラと共演した。2004年4月、国際教養大学の特任助教授に就任した。2005年、第35回エクソンモービル音楽賞の洋楽部門奨励賞を受賞した。ありがとうございます。